ITIP プラットフォームケイロスのチュートリアルビデオをご覧いただきありがとうございます。この度ケイロスソフトウェアバージョン 1.1 をリリースしました。今回のバージョンでは対応するオーディオ形式の追加やレベルメーターの表示などオーディオに関するさまざまな機能の強化を行いました。このバージョンで新たにマルチビューアー1、2の出力、クリッププレイヤーの出力、ST2110 の入出力、デルタキャスト経由の SDI 入力に対応しました。そしてオーディオメーターが表示できるようになりました。マルチビューアーで表示しているソースの状態やオグズからの送りなど、音声の確認が非常にしやすくなりました。ケイロスクリエイターの設定画面で見ていきましょう。マルチビューアーのレイアウト画面からメーターを表示するインプットを選択します。パラメータービュー PIP1 セッティングのアドバンスからオーディオバーチャンネルのプルダウンを開き、チャンネル数を選択することでオーディオメーターを表示します。最大16チャンネルに対応していますので、たくさんのオーディオトラックがあるソースもモニターすることができます。こちらのオーディオバーオリエンテーションではメーターの表示方向の縦横が選択できますので、お客様のマルチビューアーのレイアウトに柔軟に対応します。今回のバージョンではオーディオ機能の強化に伴い様々な機能が追加されています。パラメータービューのマルチビューアーセッティングをご覧ください。オーディオシャッフルはオーディオチャンネルの入力と出力を紐付ける機能です。これにより多くのチャンネルを持つソースを効率的にモニタリングできます。ゲインではソースの入力レベルを調整できます。なお優勝アップグレードを適用することでオーディオミクサーを追加できます。これによりオーディオ制御までケイロスの直感的なインターフェースに統合することができます。ご覧いただいたように今回のバージョンでライブ映像制作の現場で求められるオーディオ機能を実装しました。進化し続けるケイロスにどうぞご期待ください。ケイロスの様々な機能や使い方をご紹介するチュートリアルビデオを公開しています。こちらの URL でご覧ください。パナソニック。